手がかからない子ではない、確かに手はかかると思います。だけど16歳17歳の本当にいろんなことを考える世代の子が来るので、それが外国に行く向こうにとっても窓になるし、こちらもその大きな扉になると思うので、1年間やっていただきたいと。1年の方が気負わずに行けると思うんですよ。短期だとお客様で終わると思うんですね。どうしても短い期間にいいところで見せちゃって終わるっていう可能性がすごく高いので、1週間だったら来てもうほんとちょっとねっていうと、逆にもういいとこしか見せないで終わってしまう、かえって疲れるんじゃないかなっていうのが過去にホストした方のみんなの意見だったんですね。せいぜい大変な時期3ヶ月を乗り越えてからが楽しくなるのに、なんでそこで終わっちゃうんだろうねっていうのを皆さんおっしゃるので、そういう声をもっとホストの方に知っていただきたいなって思ってるんです。